春秋戦国時代、趙の国の都邯郸の町を一人の青年が思い詰めた表情で歩いている。青年の名は貴将。子供の頃から天下一の弓の名人になるのが彼の夢だった。今貴将が向かうのは比叡の家である。とにかく比叡と来たら赤い色を塗った柳の葉を100歩離れたところから目にも止まらぬ速さで1枚残らず落としてしまうのだから、貴将が死と決めたのは当然のことであった。弟子にしてくれと頼む貴将に比叡は言う。そうさな。弓を持つなどまだ早い。その前にしなければならないことがある。まず瞬きをしないことを学べ。目を開けたまま眠れるようになったら再びここへ来ることだ。目を開けたまま眠れるようになったら再びここへ来ることだ。貴将の脳裏に一つの考えがひらめいた。女房は妙なところから覗き込まれるのを嫌がったが、貴将は構わず降り続けるように命じた。ついに貴将は目の前で灰神楽が立とうが瞬きをすることがないようになり、夜眠る時にも目はカッと見開いたままになった。彼はようやく自信を得て死の比叡にこれを告げた。まだ早い。比叡は言う。このゴマの上の文字が読めるか。
よいか、次には見ることを学べ。小を見ること大のごとく、美を見ること著のごとくなったならば、来たって我に告げるがよい。師匠にまたある考えがひらめく。どうだ、そのシラミを売ってくれぬか。え、シラミ？小敷は懸念な顔をした。ええ、世の中には酔狂な人もいるもんな、シラミを買うなんて。師匠の考えついたことはこうだった。長い髪の毛につないだシラミを南向きの窓にかけ、終日にらみ暮らすことである。毎日毎日彼はシラミを見つめる。シラミも何十匹も取り替えられ、見つめ見つめて早くも三年の歳月が流れた。矢は見事にシラミの真の像を貫き、しかもシラミをつないだ毛さえ切れていない。師匠は早速師のもとへ行き、これを報じた。比叡は、やったかと叫んで、百歩隔てて柳の葉を射ることを師匠に命じた。でかしたぞ。比叡は大いに喜び、その日から写術の奥義秘伝を師匠に授け始めた。師匠の上達は驚くほど早い。一ヶ月の後、比叡は師匠に速写の術を試みた。比叡は師匠に言う。今や私からお前に教えるものは何もなくなった。お前にこの羊羹巻きの号泣を授けよう。これでお前は
天下の弓の名人になったのだ。先生は俺のことを天下の弓の名人になったと言った。しかし天下第一の名人とは言わなかった。俺は天下第一の名人になるのだ。名人になるのだ。どうしても天下第一の名人になるのだ。機会は早くやってきた。ある日ふらりと野に出た気象は、遥か彼方からただ一人歩み来る死比叡を認めた。気象は攻める、比叡は防ぐ。比叡の矢が尽きた時、気象の方はなお一矢を余していた。残機の念がこの時忽然として湧き起こった。比叡の方ではまた危機を脱し得た安堵と、己が技量についての満足とが憎しみをすっかり忘れさせた。比叡は言う。もしこれ以上の道を極めたいと望むなら、峨眉山の頂の寛陽老師について学べ。老師の技に比べれば我らの社のごときはほとんど時宜に等しい。気象は直ちに峨眉山へ向かって旅立つ。慈悲に等しいと言った比叡の言葉が彼の自尊心に応えた。もしそれが本当だとすれば、天下第一を目指す彼の望みもまだまだ前途ほど遠いわけである。初めてお目にかかります。気象の声に老隠者は振り返った。百歳も超えていそうな老人である。気象は慌ただしく自分の技を見てもらいたいと頼んだ。できるようじゃな、と老人は言った。だがそりゃ所詮社の社というもの、交換いまだ
不赦の赦を知らんと見えるな。不赦の赦、一体それは何のことだ。早くと老隠者は起床を山の頂に誘う。この石の上で先刻の技を見せてくれるか。では滑車というものをお目にかけようかな。はいはい。先生、弓はどうなさる。弓は弓弓矢のいるうちはまだ車の車じゃ。車の車には弓矢などいらん。起床は立然とした。今にして初めて芸道の深淵を覗き得た心地であった。9年の間、起床はこの老名人のもとにとどまった。9年たって山を降りてきた時、人々は起床の顔つきの変わったのに驚いた。以前の負けず嫌いな精悍な面魂は影を潜め、平和な穏やかな容貌に変わっている。簡単の都は天下第一の名人となって戻ってきた起床を迎えて、やがて眼前に示されるに違いない妙義への期待に湧き返った。比叡は起床の顔つきを見ると感嘆して叫んだ。いや、これこそ初めて天下一の名人だ。我らのごとき足元にも及ぶものではない。人々の期待をよそに起床は一向にその妙技を披露しようとはしない。そして様々な噂が口から口へ伝わる。起床の家へ忍び込もうとしたある盗賊は、一同の殺気が家の中から走り出てまともに額を打ったので覚えず外へ転落したと白状した。また起床の家の近くに住むある商人は、ある夜起床の家の上空で起床が珍しく弓を手にして、古の名人ゲイと楊勇気の二人を相手に腕比べをしているのを確かに見たと言った。こうして40年、弓を取らざる弓の名人起床は
簡単の人々の誇りとなった。起承は言う、真の行いはなすことなく、真の言葉は言うことなく、真の弓は射ることなし。不射の射。起承が死ぬ数年前の話である。老名人は知人の富豪のもとに招かれていったところ、玄関で一つの金を見つけたが、その名前もその用途も思い出せない。起承は尋ねた。これは何という品物で、また何に用いるのかと。主人は冗談と思ってとぼけた笑い方をした。老名人は真剣になって再び尋ねる。主人は客の心を測りかねている。三度起承が同じ問いを繰り返した時、主人の顔に驚愕の色が現れた。彼は狼狽して叫んだ。老先生、これは昔の先生の弓ですよ。古今無双の射の名人たる先生が弓を忘れ果てられたんですか。弓という名もその使い道も。すでに巣とに社を離れた老名人の心は、澄み切った平和が支配していた。こうして起承は静かに、まことに煙のごとく静かに世を去った。残した言葉は一つ、不射の射。その後、当分の間、簡単の都では武士は弓の鶴を張るのを恥じたということである。